クリストファー・アモットはスウェーデン・ハルムスタッド出身のギタリスト。兄はアーチ・エネミーのリーダーマイケル・アモットであり、兄弟で共に同バンドのギタリストとして活動していた。略称はクリス・アモット。なお、この項目ではクリストファーがアーチ・エネミーと並行して活動していたプロジェクト・アルマゲドンについても触れる。1996年。 兄マイケルと共にアーチエネミーを結成し、当時18歳の若さでデビュー。当初はプロジェクトとして始まったものであったが好評だったため、それ以降も続けることとなった。1997年には自身のプロジェクト、アルマゲドンを結成。アルマゲドンはこれまでにアルバムを3枚出しているが、プロジェクトということもあり彼以外のメンバーは常に流動的であった。 バンド活動も順調であった2005年、学業への専念を理由にアーチエネミーから脱退する。2007年3月、アーチエネミーへの復帰を表明。2010年には、ソロ名義でアルバム、Follow Your Heart をリリース。このアルバムでは、ギターポップやサイケデリックロック、アコースティック、ブルースロックなどを演奏した。ボーカルもクリストファーが担った。2012年3月、 アーチエネミーを脱退。脱退の理由について、バンド側は、ただ単にエクストリームなメタルを演奏することに今は、もう違和感を覚えるようになってしまったというだけの話、と語っている。2012年7月、ソロ名義でのセカンドアルバム、インパルセスをリリース。前回は、ギターポップ路線であったが、今回は、ハードロック路線となっている。2012年10月、 ソロで、ラウドパーク12に来日。サポートメンバーは、ギターにゴッド・フォー・ビットのマット・ウィック・ランド、ドラムに、元、ネバー・モアのバン・ウィリアムス。シャドウズ・ホールのマット・バチャンドも、ベーシストとしてサポートする予定だったが、パスポート紛失のため来日できず、バンドは、ベースなしで演奏を行った。2013年ゴースト・シップ・オクタビウスを結成するが、短期間で脱退。 クリストファー以外のメンバーを総入れ替えし、アルマゲドンを11年ぶりに再始動。新作制作に移った。2017年より、マーティン・ヘンリックソンが脱退したダークトランキュルティのライブにサポートギタリストとして参加し、2020年3月末に正式メンバーとして加入した。アーチ・エネミーに関してはその項で、アルマゲドンについては、下で紹介する。 クリストファーのプロジェクトバンドである。レコーディングにはアーチエネミーの一部のメンバーが参加していた。2007年現在までに3枚のアルバムを出している。日本版は3枚ともトイズファクトリーから販売されていたが、現在は廃版となっている。また、セカンドアルバムとサードアルバムは日本でしか発売されていない。ファーストでは、 アーチエネミーに対抗したかのようなメロディックデスメタルを基本としつつも、よりスラッシュメタル的な作風を披露。セカンドでは現ラストトライブのリカルド・ベンソンをボーカリストに迎え、前作とは一転してオーソドックスなヘビメタル路線を展開。サードではスリーピース体制になり、よりシンプルなハードロック路線に。2005年夏、クリストファーは、 学業専念のため一時的に音楽界から退いた際、もうアルマゲドン名義でやっていくことはないだろうと当時のバーン、シなどで語り、3枚のアルバムの出来に満足しておらず、ほとんど聞き返すこともないと認めていた。2010年にクリストファー・アモットのソロ名義のアルバムはリリースしているが、こちらはアルマゲドンとは別物である。2012年、クリストファーが アーチエネミーから脱退すると音楽プロジェクトとして再始動。2014年には新アルバムのトレーサーも公開されている。再始動後は再びメロディックデスメタルを演奏するようになった。2015年に12年ぶりとなるホースアルバムキャプティビティディバウアメントをリリース。リリース前後にマット・ハルクイストが脱退し、元ナイトレイジのアントニー・ハマライネンが加入した。 2016年には、ファーストアルバムのリレコーディングアルバム、クロッシングザルビコンをリリース。2018年に、アルマゲドンのメンバーを中心にメロディックデスメタルバンド、ドーター・ケイオスが結成された。バンドの公式フェイスブックでは、クリストファーがアルマゲドンを常設バンドとして活動することが難しいため、新たにバンドを結成した旨が述べられている。ドーター・ケイオスにはクリストファーは、 不参加であるが、曲作りにはクリストファーが協力していることも合わせて明かされている。 現メンバー、旧メンバー、t t co. HTML hat, h t t p ロンススララッッシュ t r o ルー e ー c o j p スラッシュアーティストアーチェナミ、h t m l ハット h t t p ロンススララッッシシュュ w w w t r o o p e r c o j p スラッシュアーティストクリス・アミット、h t m l ハットギタリストニックレス・スンジン・クイッツ・ダーク・トランクイリティ、ザ、right ・タイム・イズ・ライト、 グラボマウスネット2020年3月27日閲覧。A New Cycle Beginns Dark Tranquility Official Facebook 2020年4月1日閲覧。ただし、ファーストの作曲は主に兄のマイケル・アモットが言った。この縁からか、後にリカルドはアーチエネミーのドゥームズデイマシンのプロデューサーを務めることになる。httpww. グラボマウスドットネットニュースフォーマーアーチエネミーギターリストクリストファーアミットリターンズウィズニューアルマゲドンラインナップアルバム2014年7月3日閲覧。エビ H T T P S コロンスラッシュスラッシュ W W W ドットフェイスブックドットコムスラッシュピコグラムスラッシュ D U G H T E R C H A O S スラッシュアバウトスラッシュ レフイコールページインターナル2019年2月23日、閲覧。ありがとうございます。